去年秋の県大会で16年ぶり7回目の優勝を果たし東海大会でベスト4の成績を残した宇治山田商業高校出場校の発表は去年に引き続きオンライン方式が取られ学校関係者が固唾を飲んで結果を見守りました。<laughs> 選考の結果、宇治山田商業高校が16年ぶり2回目の選抜出場を決めました。グランドで待つ選手たちに江崎徹校長から結果が報告されると、歓声が上がりました。校長先生から発表を受けた時に、まずすごく嬉しかったのと、とてもホッとしました。たくさんの人に山椒らしさの野球を見せて、 感謝の気持ちをプレーで伝えていいいきたいと思いますびっくりというか、はい、もうこれ以上ない評価をいただきまして、はい、光栄です手伸びすることはできないので、まあ、うちらしいゲームをするだけかなと思うんですが、あのとにかくあのピッチャーを中心に、ね、守ってで、チャンスを生かせられるようにあの、しっかり僕がサポートしてあげればという思いです、はい、春の選抜高校野球大会は、 3月8日に組み合わせ抽選会が行われ3月18日に甲子園球場で開幕出場校32校による熱い戦いが繰り広げられます